皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブンアプリやっていきたいと思います。現在のスカットです。はい、ということでですね、誰だっけ、デイビス選手が来たんで、こちらをね、世界最速で引いていこうと思います。世界最速というのは、一番速くっていうことじゃなくて、引き始めてから一瞬で出すっていうことです。もう最速なんで、もう3回以内に出さないと多分無理なんでね、もう300コインしかね、使わないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ多分ないと思うけど、3回で出なかったら、まあ、だんだん延長してくるんでしょうね。はい、ということでやっていきましょう。あ、能力は見ます、いいか。はい、詳しくはまあレベルの紹介出してるんで別にいいと思うんですけど、はい、こんな感じです。レベル1で99だったんだ。レベマの能力はよく見るけど、レベル1あんま見ないからここ発見するよね。はい、いいでしょう。ということで最速でもう3回以内に当てるんで、ね、いきましょう。これどっちからいったらいいんだろう。こっからでいっか。では用意スタート。あ、ちょ演出飛ばすはい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 、あ、終わった。3回以内が3回以内が3回以内が3回以内、わあ。はい、ということで3回以内無理だったんで普通に行きます。でもさ、5% よね。でしかも黒が今回ね、デイビスしかいないという、ということで単純計算で、20回引けば出るよねっていう確率です。出ませんよねっていう。何回目ですかっていう。何回目でしたっけっていう。やべえな、もう回数分かんなくなっちゃった。ズマ、今年はね、ちょっとアプリももうちょっとしっかりやろうかなって思って。はい、普通に流れ見たけどプレミアに落ちただけだったわ。今年はしっかりねやっていきたいんだけどね。おっと、これは1000以上かかって、1000コイン以上使ってしまうんじゃないか。はい、そういえば自分最初スカット見せたけど、左サイドバックアイコニックロデカル持ってて、でもロデカルよりもまあ高さとかあるし、デイビスの方が結局いいでしょうということで。あれあれ、11回ぐらい引いたよね、もう。まあ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 、20回の以内にね出ればいい。アンヘル・ロメロ、サライ、はい、まだ出ません。あ、まだ出ません。いいまだ出ませんと、まだ出ません。う、まだ出ません。リューディが、いや、コインがないよ、半分になってたよ。うないしもね、あれ300コインしか使わないつもりがいつしかもうなんか3000コイン使ってそうなんだけど、いつしかもうなんか3000コイン使ってそうなんだけど、間違えたけど。お昼のチャイム鳴ってるけど、お昼のチャイム鳴ってるけど、もう流すから止めらんないから、ガチャ引く、ガチャを引く気持ちは止めらんないのよ。ボリはさっき見たよ。やべ、あと9回しかないんだけど出ないんじゃない。はい、ちょっと引き方変えてみる。はい、関係ない。ちょっと引き方変えてみる。はい、意味ないこれお昼のチャイム鳴ってるけど、著作権的に大丈夫、誰かこれ著作物じゃない、大丈夫かな。おっと、これはまずい。あと5回、一旦戻ってみる。はい、いや、なんかお昼のチャイムが BGM っぽくなってるけど、これ普通に毎日流れてるから BGM 終わったから。あ、コルネか、そうか、今バーニーだったね。やべえ、あと3回だ。
はい、あと2回ですけどどうなってるんでしょうか。出るんですか、出さないつもりですか、出さないつもりですか。ちょっと演出見てみた。はい、ちょっとよくわかんない。何こんな、あーなんかプラハみたいなクラブじゃん、チェコのクラブだ。あースラビアね、スラビア。はい、ラスト。待って、そうですか、はーい、やべえ腰折られた。やっぱね、ブツブツ交換だから、やっぱいい選手を出してこそなんたらだから、誰出せばいい誰を出せばいいか、ちょっとわかんないんだけど、やっぱデニウソンじゃない？違うか、分かったよね、今あるね。ロックしてる？あ、してなかったんだ。はい、これでいいですか。なんで500しかも打てないんだよ。そんだけ選手引かせるなら枠をもうちょっと開けといてほしい。おっと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 、文句言っていたら、お、戻ってきた。はい、ラスト、残り3日しかありません。あ、4日か、まあどっちでもいいか。あお、え、マジか、なんでラストに来るね、ほん、え、あら、まあ、わあ、ありがとうございました。アプリ頑張ります。